ルトさんの隣。いやー、今なんか追っかけてきてたな。しかも祈りのジグです。いやー、なんか初めて魚の姿を今日見ました。よいしょ、もう一回来てー。なんかそんな大きい感じではなかったんだね。いやー、来ないよね。ユーマズメでーす。去年かな、ユーマズメで釣れたジグ使ってやっていきます。なんか波もいい感じであるんですけど、とりあえず今んとこゴミがすごいのと全然羽もないんで魚がいるかどうかよくわかんないで、そしてちょっと濁ってんかな。あと1時間ぐらいちょっとやっていきたいと思います。はい、次リアン、この間釣れたやつです。これ投げていきたいと思います。なんかちょっと魚っぽさが欲しいですね。羽もないし。できるサーマズメ終わりで一回魚がチェイスしてきたのがあったんですけど、それぐらいで全然バイトとかもない。いやー、どこも今日はなんかちょっとゴミが多いんで、なかなかミノーだったら全然勝負にならないかなーって感じなんで、今日はちょっとジグを多めに投げてます。はい、というわけで日も暮れました。しっかりね、夜明けから昼間もなんか今日流し用だったたんで、なんか潮位が緩やかに上げ潮だったんで、なんか昼もずっとやってて、でちょっと移動してまた違うサーフに来て夕まずめやって、周りは今日は結構釣れてたんですけど、私と康介さんはダメでした。で、康介さんはもう昼朝まずめ終わったぐらいでお仕事になっちゃって、帰って行ったんでずっと一人で最後夕まずめやって、まあその結果も坊主でございました。そして明日もなんか条件良さそうなんで、一泊ここで寝て明日の朝まずめやるか、もしくはもう諦めて山岡屋に行くか、またいつものように悩んでおります。というわけで次が赤いカウンターか明け方の海か、お楽しみに。それではさようなら。ソルトさんの隣。はい、おはようございます。結局山岡屋行かず朝まずめ2日目に突入しました。結構釣れてるっぽいんで今日こそは釣って帰りたいと思います。で、お願いいたします。
きました。あぶっすよいしょ。やった、ありがとうございます。悪いんじゃないですか。まあまあですね。でも50もないんじゃない。よし、よし、50そこそこってとこですね。いやー、昨日の苦労が報われた。一安心です。とりあえず一安心です。ミノですね、 12SSP です。でも全然手前でしたね。いや、追ってきて手前でバイトしてる可能性もある。でもここだけの話、スレです。タケと違ってかかれば何。めっちゃ撮ってますけどね、ここだけの話って言いながら。なんか全然おとなしいんだけど。ちっちゃい。これはさすがにリリースします。ホッケサイズでした。はい、ありがとう。ありがとう。ソルトさんの隣。